どうも、くわびです。よろしくお願いします。まだ風邪ひいてます。はい、こんな感じで。鼻が詰まってて、ね。まあ、滑舌、いつも以上に悪いですけど、よろしくお願いします。今日も、寝る前に、活動報告します。こちら。さいたま市のプロジェクトです。さいたま市健康マイレージ。目指せ1日8000歩、というプロジェクトです。まあ、1日ね、8000歩以上歩いて健康になりましょうというプロジェクトです。はい。興味のある方、概要欄に、詳しく書いてあります。あとは、さいたま市保健課まで、お問い合わせください。で、今日ですね、いつもね、なんだろう。ギリギリ8000歩いかないんですけど、今日はちょっと頑張りました。ちょっとね、体調良くなってきたんで、まあまあ歩くようにしてます。普通に仕事して帰ってくると、7000歩ちょっとなんですけど、今日はね、多めに、ちょっと、コンビニに寄ったりとかしてね、歩いたりとか、意識的にしました。で、まあ、こういうふうにね、続けて、もう多分40日くらいやってるかな。40日やってるかなと思います。定期的に、セブンイレブンじゃないや、ローソンと、ファミリーマートの、ロッピーで、スキャンしないと、ピッて置いてね、上にね、ピッて置いてスキャンしないとデータの書き換えができません。確か、データを保管できるのは30日間だけなので、1ヶ月に1回は行くようにしましょう。1ヶ月に2回くらい行った方がいいかな。15日、15日みたいな感じでね。念のため。はい。ということで、まあ、今日は8000歩行きました。見せたっけ？ 8077 歩。はい。今日はね、ギリギリ達成しました。まあ、8000歩以上歩いたらね、同じ点数なんで、まあ、とりあえずね、8000歩歩きゃいいかなっていう感じです。はい。で、まだね、今日、ほら、このね、表示にね、ワンデイアゴーってなってないからね、ということは、12時前なんですよ。まあ、ということで、活動報告、これで以上です。ご視聴どうもありがとうございます。また見てください。はい、これで、12時前なんですけど、全然早いんですけど、まあ、早めに寝て、明日に備えます。ご視聴どうもありがとうございます。また見てください。はい、では失礼します。チャンネル登録下の方にあります。あと、グッドボタン、コメントお待ちしてます。では、失礼します。